たゆまぬ鍛錬により己高めんと望む者よ。そんなお主のためにこの道場がある。神の知略に触れ後悔するがよい。死の淵を覗いても足は踏み外すでないぜ。栄れに来たい荒ぶれ魂、今ここに一騎当選の男となれ。情けは味方、敵は敵じゃぞ。お主この高ぶり、親方様より受け継ぎし熱情。一歩ずつでよい、堅実に進むのじゃ。頂きの如し凍れ来光。戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。名乗ろうかな。ああ修行じゃ。精進がたるまで修行せい。見習おろ、一気加勢じゃ。ふえお。これ式で息は上がらんか。朝霞に登る道で止められるはずもわかる。確一なる字面、読みやすいこと詰め合う。本徳にさせ日照の間に。今の状態ちょっとまずいかも。少しはできるようじゃのう。そいつには田舎で待つ恋人が。あ、いないよ。これが理由だ。六方から囲み、王子に打ちかかるのだ。なかなかどうして敵も去るものじゃ。何故強さを求める。己に問いかける。手心も心などとうに焼き切った。これが理由だ。どうしよう大将、とんでもない事態に。道半ば、息をつくには早いとし。やっぱ俺進む道間違ったな。本国にさせ日照の間に。秋の末夜は皆はっ。モサメ、
腹立たしい。わかった。死んだふりすればいいんだ。うん。見事な武者ぶりよ。腕が鳴るわい。怯える兵を一丸とする知恵者。俺の新必殺王妃絶賛開発中よ。うわぁ、奥突きに下る光やあまた。これが理由だ。笑顔で挨拶したら見逃してくれるんだな。鍛えようとする限りわしが力となろうぞ。一から修行のやり直しじゃ。よいな。はは、本国にさせ日照の間に。悪魔の空は弱いだ。お主、力が有り余っておるならばこのわしにぶつけてみよう。羅針翔太、後に剣道将来じゃ。わしが一暴れするしかない。兵をぶつけるだけ存在か。拙者も熱くたぎっておりまする。わしの試練見事超えてみせよ。不安な里の黒人衆にすら及ぶのですか。あと一息、挑みし者よ、限界を超えよ。手心だ。心などとうに焼き切ったもん。下る光よあなた。これが理由だ。何、俺も修行の牛よ。あげみ、皆の者。はい。火の元から日輪が消えよ。見事その魂を示し切ったか。舞い戻ってみるものよ。わしは戻っ、サスケ仕込みのこの技を使う時が来た。たくましき者よ、わしの魂は一つにあらず。お主の意志
この信玄がしかと見た。かくなる上は勝利までもぎ取ってみせい。生きていたのか。そのまま登ればよい。矢を連ねて軍を三本程度に倒れ。鎧の虎は恐ろしいぞ。これが理由だ。貴様を脅かす要石となってくれ。病は完全に癒えておる。加減など無用じゃ。この地での経過、これで終焉か。秋なりさ、世は皆、貴様とはどちらの上か分かるか。もしそれでわしを封じたつもりか。死ぬがいい。貴様になど興味はない。マスナオよ、その力にて明日の世を支えよ。